皆さんこんにちは、竹内です。今日はですね、エプソンツアー第3戦 IOA チャンピオンシップ、ここはですねロサンゼルス空港から約2時間東にあります。各国の旗がなびいております。ロサンゼルスには珍しく今日は雨が降っております。谷田優香選手、馬場崎選手、上原彩選手の出場する IOA チャンピオンシップ、 LPGA の許可は取ったんですが、私が風邪をひいてしまったためこのぐらいの撮影となってしまいました。これから谷田優香選手、1日目イーブンパーで回りましたのでインタビューをしたいと思います。お久しぶりです。お久しぶりです。第1日目イーブンパーで終わりました谷田優香選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか今日は。わー、少しやっぱり天候が悪くて、すごい気温が低い中、雨もずっと降ったりやんだり、まあ、基本的に降ってたんですけど、まあ、その中でなんとか耐えながら、イーブンパーで回ることができて嬉しく思ってます。第4戦目だけど慣れた？そうですね、あの友達が増えてすごくあの楽しい雰囲気の中で回ることができてると思います。英語話せるしなそうですね。拠点はどこに置いてるんですか？今フロリダにいます。なんていうところ？ポートセントルーシーです。え？ポートセントルーシー。アメリカの生活はどうですか？はい、すごい楽しいです。楽しい。はい、来てよかった。来てよかったです。そうで、最近取り組んでる課題は何でしょうか。このエプソンツアーを3戦回って1ヶ月ぐらい、はい、時間がありましたが、はい、その間に取り組んだ課題っていうのは何だったでしょうか。そうですね、本当に一度基礎からやり直したいと思っていて、もう一度特にアプローチに力を入れて練習をしていました。はい、今日はどんな感じでした？今日はあの少し成果が出たかな。18番ちゃんとしっかりアップアンドダウンだったよね。そうですね、本当今日は全然、うん、最初の方がセカンドがすごく良くなくて、うん、もう全部アプローチだったんですけど、寄せて耐えてた。寄せて耐えました。すいません、渋滞して見れませんでした最初。ありがとうございます。朝早かったし、心から欲しいと病み上がりで、いやあんま遠くないんだけど、もういやこれからミッションヒルズ行くんでオンザウェイなんで別に大したことはないんですが、はい、はい、ということで今年の目標。今年の目標、まあ4戦しか終わってないけど、はい、リシャッフルっていつなの？わー、6月。そうですね、もう夏前なんで、ミシガンの試合なんで7月前、6月ぐらい。でももう今回1回さ7位タイになったからリシャッフル間違いないでしょ、もうとは思っていますよ、うん、っていうかだってモエカも、モエカより全然責任だから。そうなんです、うん、このまま行ってもなんかリシャッフルで後半は絶対フルに出れそうな気がするけどね。ということで、まあ、リシャッフルは、まあ、クリアしたとして今年の、第4戦終わって目標は何でしょうか？目標はあの上位15人に入って LPGA。 おすごいね、 LPGA 資格を取りたいです。はい、でもあのその次が35位っていうのがあるから、はい、あの知ってるよね。トップ35位は、はい、USLPGA の、ファイナルから出れるので。あ、そうなんですか。そう、それは知らない。でトップ120はセカンド、はい、ファーストメンションになって、はい、セカンドからなんで、でそれはまあ全然問題ないと思うけど、トップ120っていうのはもう今の賞金できっと大丈夫だと思うんだけど。そうですか。だからまあそれよりも、まあなんか最低でも今年は、今現段階でランキングいくつだ？32位だっけ？33位、はい、だからトップ35はまああのなんとか狙って USLPGA の QT ファイナルから出れるような形で頑張ってください。ありがとうございます。でなんかドライバー270ヤード飛んでるんだって今日の、そうですね、あのドライビングディスタンスを測るホールで270です。なんかすごいの伸びてるよね去年からね。昔から比べるとね270、80、俺ミッションヒルズの時出てたじゃない、はい、
だけどこの雨の中で風の中で出るってすごいなっていう感じで、ドライバーの成長度合いを感じられるゆりか選手パターンも、あ、パターンも、ね、成長を感じてくださいすいません、あのちょっとしか見てないんで。でも今日最後、3回バーディー見てた、2回バーディーか、後半は後半2バーディー、2バーディー、2バーディーか、はい、よくアップ&ダウンはありましたが、よく耐えてイーブンパーで、今回も予選通過して稼いでください。ありがとうございます、はい、じゃあ日本の皆さんに、とにかく、結構リンゴルフのトーナメント行くといろいろその USLPGA のことを聞かれるようになったんで、まあ、そういったところも含めて、後輩のこれからリンゴルフを出る選手たちおよび、うちの視聴者に対して、コメントお願いします。はい、私は本当リンゴルフさんの試合に出場して、このような本当貴重な機会をいただき、今エプソンツアーでプレーできています。本当にいろいろゴルフは難しくて大変なこともたくさんあると思うんですけど、しっかり長い目で見て一つ一つ頑張ってやっていきたいと私も思ってますので、お互いに頑張っていけたらいいなと思います。来年誰か来たら助けてあげてね。うん、私もアメリカに入れるように頑張ります。大丈夫だ、80以内に入れるよ。ということで、最低ラインはエグザンプション80位なんで、80位だと来年フルに全部出れるんで、そうですね、これは最低ということで、はい、次の目標35位 の、 USLPGA ファイナルかなって言って、まあ、究極の目標は15位以内の LPGA だけど頑張ってください。はい、じゃあありがとうございました。また明日も頑張って予選通過してください。はい、ありがとうございます。はい、どうも。あ、こんにちは。OK。Do it again. Hello to everyone in Japan and all the June's followers. We're having a wonderful time golfing with this special lady in Beaumont, California. It's a weather is not so good, but the golf is good. I wish I was in Japan right now, but I have to do my job for the boss. Okay, next year. Next year, yeah, going to Japan. Yeah, go to take a look at the cherry blossom. Sakura next year. Okay, thank you, Jay. You're welcome. Yeah, thank you for joining us. Thank you. Thank you, my pleasure.日本からな、愛知から来た小林俊子さんです、はい、なんと24日について、今週の日曜日から、28日に帰るんですけど、はい、ユリカ選手を見に来ました、はい、ありがとうございます。なんか一言、一緒に今日ずっと回ってました、はい、はい、何か一言、よかったです。よかった、それだけ。あ、我慢のプレーでした。はい、よかったです。じゃあ明日も頑張って応援してあげる、僕ら来れないんで明日も頑張って応援してあげてください、はい、よろしくお願いします。で、あと気をつけて帰ってください、帰り。はい、大丈夫です。はい、お疲れ様でした。帰れます。